こんにちは、神崎です。ですね、今日は、インプラントとか、型取りした後の話です。で、模型を作ります。で、模型作るときですね、うちはもうですね、これを使って。普通の歯医者さんだったら、嘘って言われます。高石膏って言います。しかも茶色です。で、まあこれもね、よいしょ。こんだけ、ずら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 ーと、在庫いっぱいあります。はい、でこれをですね、なんでこれだけ高石膏しかないのかっていう話なんですけど、うちの高石膏これ普通の値段2倍します。黄色の高石膏とかに比べたら2倍です。高いです。でただ変形率が非常に小さくて優秀な高石膏になります。でなおかつ超高石膏って言って、これよりも一段硬いやつで変形率がいいやつ、変形率がしないっていう石膏があります。で実はこの僕が使っているこの高石膏はそれの超高石膏とほぼ変わらない状態の石膏になります。ですからこの高石膏で全て賄ってます。ただし通常ね、噛み合わせ上下取りますよね。で取った後、よいしょ、見せれるかな。これやったらちょっとちょろっと見せれるかな。こういうふうに、よいしょ、5号機って言ってこういうふうなのをつけます。まあこれはちょっとね、別の理由でずらしたもう5号機なんであれなんですけど、こうやってコン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 って叩いて調整します。その時に技工士さんがコン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 って叩くもんだから、この噛み合わせのこういったとこ、噛み合わせな面がボロボロに壊れてしまうことがあります。だからそれを防止するために高石膏を噛み合わせの反対側にも使ってます。だからここら辺っていうのがね、やっぱお金かかっちゃうんで、普通はね、白のね、柔らかい石膏使います。普通石膏って僕たちが呼んでいます。それを使うんだけども、僕は今まで使ってません。で、鹿所神崎開業してからずっとこの高石膏一本です。でまた茶色にした理由、黄色とか、まあ、結構反射しちゃうんですよね、細かいところ見やったら。そしたらぴったり感っていうのが合わなくなります。でどんな場合でもこの高石膏使ってますから、ものすごく精度が高いです。だから調整する時の時間っていうのが30分もかからないです、実際の話。だからこういったね、値段高いんだけども、こういったところで僕は頑張ってます。ということで、高石膏のお話でした。それではまた。